はい、こんばんは。こんばんは。月曜18時半。はっちゃけひろくん、ウィズ、ウッキーです。はい。イェーイ！おめでとうございます。今日、ウッキー。はい、お願いします。今日も。バターじゃないよ。バターじゃない。前回バターでしたからね。うん。メインで、メイン今日。今日はメインで。今日はね、いつもの隣にいる方がね、麻酔がガンガン効いてて。はい。来れないそうで、フラフラだ。あのワクチン。ワクチンじゃない。ワクチンじゃない。ああ、健康診断。なるほどね。そっちか。胃カメラ見てるよ。あ、なるほど、ね。健康状態で。はい。フラフラで来れないってこと。まあ、じゃあある意味またバーターみたいな。ある意味またバーターみたいなですね。ある意味ね。はい。いなくなったら第一候補がいなくなったら呼んでいただけるっていうスタイルで。ありがとうございます。どうだった？前回どうでした？前回はもう、あっという間だった。あっという間ですね。なので今回もあっという間であろうというこの気持ちの中。気持ちの中？はい、バキバキにまた緊張してます。バキバキに緊張してんの？してますよ。してるんだ。俺もね、初回から緊張してない。それはつわものです。ただのつわものっすよ。今でもさ、YouTube とかだって見るでしょ？はい。見るでしょ？います。 YouTube ライブとかさ、インスタライブとかやってる人いるじゃん。いますね。あれと同じだよな。まあ同じですね。同じ感じだ。こういう風になってるんだっていうのが、そうのちょっとクオリティ高いバージョン、高いバージョンですね。今日は、はい、もう5月入っちゃったけど、入りましたね。もう入りましたよ。ゴールデンのウィークですか。ゴールデンウィークです。黄金ウィークです。黄金ウィークですね。でもバリバリ2人ともなんか仕事してきましたみたいな格好してる、はい、バキバキのバキバキのなんか筋肉ついた。いや こんなことやってるけどね。なんかで見たけど今年の目標痩せるでしょ。痩せるです。あ、そういえば健康診断あったっすよ。痩せてませんでした。痩せなかった。はい、もうしっかりと現状を維持、看護師さんには前年と変わってないね、やりました、若いんだから頑張ろうって優しい言葉をいただきました。なんでウキヤもサッカーやってたもんね。やってましたよね。はい。サッカーやってるとやっぱ反動が大きいのかね。まあ反動そうですね。よく食べると思う。食べる方が今勝っちゃってる。俺と全く一緒のキャラだよ。そうですね、大丈夫。いや大丈夫じゃない。マジで後継者。まあじゃああの先駆者のヒロさんについていかせていただくので、ヒロさんが痩せたら僕も痩せれるってことですよね。俺と全く同じに触ってるんだ。俺の入社した時のだってすごいよ。ガリだから、ガリ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 多分満たす、うん、ガリガリでした。骨だもんだって、この辺が。それじゃ本当に骨。まあ、下は見てないですもんね。上の写真だけ見たんで。そうなんだよ。今どう、ゴールデンウィークどっか行く？ゴールデンウィークは暇ですよ。何暇って？寂しいんで。寂しい。はい。まあ、地元の友達がいれば遊ぼうかなって思ってるんですけど。俺ね、もうね、最近自分のね、はい、もう絶対的な趣味見つけたの。お、なんでしょう。もしかしたらね、サッカーをね、超えてくるんじゃないかってね、思ってる。サッカー超えですね。うん、見つけた。はい。マジで。麻雀。そこついていけねえな、俺。この前、はい、行っただよ。まあ、ちょっとルール覚えつつやってたんだけど、はい。まあこれがさ楽しいさ。今までさスマホで今できるじゃんね、こうやって。できますね。はい、アプリでありますね。じゃなくて実際にね、こういうそのお店に行ってやっただよ。それがさ、まあ楽しくてさ。でさ、めちゃめちゃね、
奥深いんで。麻雀もうね、頭良くないと無理。頭良くないと。でも頭使えそうですよね、全部。ああいうのは頭使えそうじゃないですか。じゃあもうね、普通にね、普通の遊びじゃない、あれは。遊びだと思ってたんですか。もう頭が疲れる、フルで。じゃあマジでマジでこれすごいさ、こんなに奥深いのってぐらい。僕ギリドンジャラですよ。あれとは違いますか。全然もう一緒にしないでほしい。あの、こう一緒にしないでほしい。もう全然違う。もうね、まあその役揃えてね、はい、組み合わせ揃えて、うん、上がるだけなんだけどね、役作って、はい、そのもちろん運も必要なんだけど、うん、その相手の手だったりとか、うん、その、ま、中に場に出てる牌っていうんだけどね、こういう、はいはいはい、そうですね、それを見つつ捨てたりとか、うん、いや、ここはもう引かなきゃいけない、役は作れなかったらある程度見切ってもこれは引かないといけないっていう時とかの見極めとかもするんだよね。あれって基本4人ゲーム、4人ゲーム、4人かね、3人でもできる。あ、3でもできるんですか。できる。へえ、できる。いや、最近友達もやってる人多いですよ。多い、僕の友達も多いです。あの、よくインスタとかで。いや、この前だからね、俺ね、朝の1日休みだったもんで、朝の9時ぐらいからいたんだよ。なるほど、はい。終わったのがね、次の日の夜、次の日のん、はい、そう、終わったのがね、次の日の日またいで、次の日の夜のね、4時。聞き間違いかと思ったっす、だいぶ、うんって言っちゃった。背骨がこうなってたの最後。こうなってた。それはメンツは誰ですか。あの、普通の高校とかの話だけど。ああ、なるほど、そうですね。こんな感じだった、最後、背骨が曲がっちゃった。ガチガチっす、ね、でも脳だけは回ってんだよ。で、一日お休みをそこで使ったってことですか。そう、えぐいっすね。なかなかすごいでしょ。なかなかっすね。さあ、バカハマったね。もうこれはもう俺の趣味だねと思った。もう、でもいいんじゃないですか、ギャンブルとはまた別の。ギャンブルじゃないもんだって、うん、他のとこ遊びなので。だけどそれはあれだよ、決して痩せないよ。じゃあ僕別の趣味探しますよ。頭使うだけ。頭使いますね。頭脳戦なんで。戦で頭使って、決して痩せました。じゃあ冷や汗は手が出る。じゃあ僕は遠慮するので大丈夫です。大丈夫。はい。なんか趣味ないの。趣味ですか。趣味難しいですね、基本的に。でも、今週は週4でカラオケ行ってます。ああ、いいじゃん。週4ですよ、7のうちの4。何いいね、なんでストレス発散。今回は歌が好きなの。歌は好きですね。まあ、あとは友達に誘われたので、今回は参戦型で、一人ではなかったです。いいね。寂しくはなかったです。いや、俺もカラオケ好きだよ、ね、お箱は。お箱で、俺、どっかの噂でうまいとは聞いたよ。本当ですか。うん、美声って聞いた。うん、多分持ってるだけです。多分調子がいい時しかそういうのはあんまり行かないので。誰好きなアーティストとかいるの。好きなアーティスト、好きなアーティストですか。もう古いものから新しいものまで、基本的には。古い人だったら、例えば古い人、うん、玉置浩二さん。あー、玉置浩二さんって言うんだね。もうさん付けじゃん。拝んでんじゃん。もう一回思うんすね。どうなんだそこは。さん付けなしでいいのかなって思っちゃう。いや、俺も好きで、玉置浩二めちゃめちゃ好き。いや、かっこいいですよね。バカ好き。いっちゃん歌うまいと思います。うまいね、あれは。あれはうまい。ちょっと俺もカラオケたまに歌うもん。玉置浩二歌います。歌う、全然歌う。何歌うんだろう。でも普通に何言ったんだ。パッと出てこないですね。パッと出て、まあ有名どこだと。メロディー、逆にヒロさん、メロディーとか、ね、あ、メロディーね。メロディーやっぱいいっす。この前歌ったばかっす。歌った。はい。あれ歌う人ってなかなか自信ある人。まあ、あんまり同世代、皆さん僕よりちょっと上ぐらいの代だったので、果てって感じでしたけど。果て、うん、誰っていう形だと思うんですけど。すごいね、でも週4ってすごいね。週4、もう歌手ですから。
歌手なの？はい、もうあの人からも5時間ぐらいぶっ続けでやっちゃうんで。あ、一人でも行く人ですか、まさか。行きますよ、もちろんです。ああ、あらあら、一人でも行く人ですか。行けちゃう人ですね。いいね。俺もね、もう最近一人でもね、行けるんだよ。俺一人焼肉行くからじゃあマジで最近一人焼肉行く。そこはちょっと行けないでしょ、まだ。あの、悲しくなっちゃうんすね。全然違うんだよ。行かないですか。あのね、俺一人飲みとかも行くから。全然一人飲みはまだ行けそうです。行けるでしょ。はい。で、一人焼肉も行けるでしょ。一人焼肉は行けないっすねもう今流れで行けますねって言っちゃいそうでしたけど行けないで、行っちゃいそう。そんな流れに乗せないでほしい僕はまだ行けないんですよ。俺逆に一人カラオケの方が無理だ。寂しくなっちゃいそう。なんで。もう同じ歌をずっと歌ってますよ。もう練習ですから。もうずっと練習何のために練習してんの。いざという時の。いざという時。ああ、いいね。いいね。うん。代打でなんか呼ばれた。いいね。高校の友達とかに、お前ちょっと久しぶりに行こうぜ、つって。いいね。お前この歌歌えるんだ。って、ちょっとこれ嘘なんで。いいね、でも。ヒロさんはお箱の歌なんすか。お箱ね。絶対歌うよっていう。ないないない。ない。ないない、その。その場の。行かないし、今もう。行かないって。行かないから。一人焼肉行くのに。一人焼肉。じゃあ一人焼肉行った時に必ず一番最初に頼むものなんですか。ハイボール。肉言うかと思ったら酒が出てきたから。まず一応メニュー見るんだよ。はい。メニュー見るけど、もうほぼ見てないよ。開いたふりしてハイボールって。あ、とりあえずハイボールでって言うタイプです。ポーっていうタイプです。ハイボールで肉を流し込む。そう、肉の味わかんですよ。いいだよ。あ、俺一人で焼肉食べてるっていう気持ちにさせてくれるのが俺がね、心地よいさ。まあ、食べてますからね。一人で焼き。いや、でもカラオケね。うん。他は？何？他？外出ない系だと。外出ない系だと。出ないでしょ？出ない系じゃなくて。いや、出ますよ、でも結構。最近でも運動はあれですけど、あんまりしなくなっちゃったんですけど、アウトドアもしますし。何アウトドアって。アウトドアは、まあ、普通に走ることぐらいですかね最近しない。最近じゃあ外に出ない系だったの。出ない系だと漫画読んでます俺漫画全然わかんない。もうネクラな。もう俺疎い、本当に疎い。俺止まってるやつ読めないからさ。じゃあアニメですね。じゃあアニメだったらまだまだまだね。映画だから実写じゃないと無理。人が。ああ、だから俳優とか。そういうことですね。うん。ちょっと、あ、絵っていうのが無理。アニメの。もう僕のことを全否定されてますけど。いや、俺これもう止まってるやつは無理。もう漫画。小説は全然できる。もう今、結構な多数の人を、否定してますからね。あれじゃん。え？え？マジで？ま、マジです、マジです。いや、絶対多分見てる人も、いや、漫画好きなんだけどなって言う人の方が多い最近だと何、うん、最近ですか。最近は楽しみにしてるのが、今日出たばっかのワンパンマンをもう名前もうガッツリ出しちゃっていいのか分かんないですけど、うん、そのワンパンマンとヒロアカが今日出るので、この後 の仕事の帰りに楽しみにしてるんです。何ワンパンマンって。ざっくり言うともうワンパンチでボコボコにしていく爽快な漫画ですけど。2だね。そう、これから、いや有名どころですよ。でもこれからね、読みたいっていう方のためにあんまりがっつり言っちゃうからなので、それは、ね、読んでください。ヒロカはなんか聞いたことある。僕のなんだかアカデミーみたいなんですよ。あ、そうです、そうです。もう言ってくだされば何でも全部貸してますんで。何、それはどういうものっけ。簡単に言ったらそれ簡単に言うと、そうです。人を助けるとか。そうです。人助ける系。そうです。まあ、個性があるその世の中なんですけど、その世界性はまあ魔法じゃないですけど、そういった炎とか出したりとかいろいろ使える中なんですけど、主人公が個性を持ってないけどヒーローになりたい。なるほどね。その中でどうやって、まあ、世界一のかっこいいヒーローになれるかっていうのを徐々に物語っていく形になるので。アニメだけは無理って。非現実じゃん。非現実だからいいじゃないですか。うん。俺はもう映画とかじゃないと無理だね。映画とかドラマとかだったら全然見るよ。
映画だってじゃあがっつりハマったのこれ印象残ってるなっていうのってあるんですか。なんだろう、海猿とか最近だった、最近さ、最近あ、うん、違う違う、今ね、あの船でね、はいはい、あのもうニュースになってるの知らないお前、知れとこのニュースで全く見てない。ああ、そっちか。あ、わかりましたわかりました。びっくりした俺。そう、そうで、海猿が行くんだよ。それ海猿はでももっとグレードが高いんだって。もうほんと一握りしかなれないので。あれ俺海猿って見たことないですよ。ない、はい、ないのか。海上自衛隊みたいな感じですか。そう、もう海上自衛隊の、ね、あ、そういうことですね。の中でももっともう薄狭きもん。じゃあエリートですね。そう、エリート、自衛隊の中でもエリート。まあ納得な中でいうヒロさんみたいな感じです、ね、いや俺は全然凡人だから今俺うまいパスを出したつもりだったんだけど全然もう一番下っ端のペーペー。ここで上げて後でお金もらおうって思ってます、ね、ちょっとおひねりもらおうかなと思ってますけど出ないですね。いや何にも俺のアフロ触れないじゃん。大丈夫大丈夫です。あのこのまま時間終わるまでノータッチで行こうと思ってたんですけどノータッチで行こうと思ってた。はい、ノータッチで行こうと思ってたんですけど今振られたんで、どうだって難しくないですかどうあれ今日アフロですねって振れたらいいですか。イメチェンでアフロ多分そんな違和感ないですよ、あの画面で見てもない。今見たらあれこの人もともとちょっと頭大きいなって思われてるぐらいかもしれないです。いいよねアフロね、かわいい。ちょっと今度アフロにしてみてほしいです。いいよ。 DJ オズマス知ってる。アフロ懐かしいですね。知ってる。アゲ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 エブリナイトそうか、じゃあすごいね、一人カラオケも行くんだ。行きますよ。なんならこの後の休みも、まあ明日も行きます。すごいじゃん、週5ぐらいじゃん。一人じゃないですけど週5ぐらいで行ってるじゃん。じゃあ行きますよ。もう本当にずっとです。それはもう趣味だね。趣味です。何が楽しいの分かんない何が楽しいの言っちゃうねかもしれないけど。そうですよ、歌ってるだけでしょ。ずっと歌ってるだけです。一気に出して、はい。分かんない。アーティストとかになればいいの。ならんす。ずっとそこまでのあれは望んでる。歌とか作詞作曲とか出ればいいじゃん。向いてないですね。日頃の思いを綴って。まずいまずいまずい。いろいろピーピーって入っちゃうかもしれない。大丈夫。日頃 あの思ってることを熱く伝えるのが一番響くかね。視聴者に響くか。思いを乗せてって、うん、思いを乗せて。あんまりよろしくない歌詞ができちゃうかもしれないんで。僕はあの既存 あのアーティスト様方が作った歌詞で歌いたいと思ってるので。じゃあもうゴールデンウィークはカラオケしかじゃないんだ。いいそれで。何かしらちょっとあのね、友達探します友達探しますって言ったらちょっとおかしいですけどまず友達作るところからですね。すごいよねゴールデンウィークって。世間はもうだって29から休んでる人いるんだってね。29ですか。29から休んでるんだって4月の。でもう柔軟連休だって4連とかの人は。柔軟連休やったら逆に有給使ってね。逆に何するんですかね。だから旅行とか行ってたよ。旅行とかね、そう言ってた。で俺らってさ、別にまだ結婚してるわけでもないしさ。そうですよ。別にいらないよ、そんなやつも。もうね、もういや、うん、全然いらないって言ったら嘘なんですけどたまにちょっとそういった非現実的な休みを味わいたいですけど俺全然もう仕事、毎日仕事でいいしなんて。さすがです、僕は。あ、今カメラ目線でねちょっとアピールしてるのであの見ているので今言いましたからね、押さえてますから。僕はあのちゃんとね、ちゃんと休みの日は休みをもらいたい派の人なので。すごい見てるからね、このマジでテレビ。いや、ちょっと俺だってあれなんです、先週から、はい、隔週になったんだよ。で時間も18時半に変わったんだよ、はい、今まで19時だったんだけど、うん、そしたらね、あの見てくれてる人からね、あれ今日ちょっと今週ないのみたいな、お言われたもん。もうじゃあだからそんな気抜けないですよ、定着してて。もうバキバキ今日今気抜いてあんまり緊張感を出さないようにしてるんですけど気抜けない、下手なことやない。だって見てんだもん。だからこの俺がね番組が18時半になっただけでも気づいてる人いるから。さすがです、もうファンですね、ヒロさんの。いるからファン、見てるよ。見てますか。うん、見てる人いるからね。じゃあちょっとメッセージを今日はいい、今日はいい、うん、今日はじゃあやめときましょう。そうか、じゃあもう今日のテーマゴールデンウィークだったけど、
カラオケに行くっていうので終わっちゃう。ゴールデンウィークだったんですね、今日のテーマ。そうだよ、当たり前じゃん。テーマもうでも至るとこに行ってもさ、はいはい、やっぱ人いないね、今ね、ゴールデンウィークでも。まあそうっすね。みんなどっか家にとかいんのかな。まだステイホームってやつじゃないですか。まだステイホームだよね、はい。まあ、なんならお家の方が居心地いいって感じる方も多分多くなってきてるかもしれないですからね。でも俺らって家作りしてるわけじゃんね。そうですね。だそういうさ、今生活のあれ基準も変わってきてるじゃんね。はい。そういうとこも提案していきたいよね。そうですね。わかる。急に俺真面目になっちゃったけど、営業者で、うん、今ドキッてしてます。ドキッとした。はい、方向転換うまいなと思うんだ。これがでも売る方法だから、営業だから。あ、本当ですか、うん、ちょっと勉強します、ね、今日これそれじゃない。でも家に、家で遊べる空間とかさ、うん、わかるでしょ。家って寝る場所だっけじゃないじゃん、別に。そうですね。もちろん生活ね、衣食住の住のとこだからあれだけど、はい、その中でもさ、もう今さ遊び心たりとかさ、趣味部屋とかさ、うん、それこそ映画鑑賞とかさ、なんなら俺カラオケルーム作っていいと思う。僕はカラオケルームと、あと漫画の、まあ、趣味のお部屋と、あわよくばサウナをつけたい。サウナ、うん、俺あれで今それこそ打ち合わせしてる人で、うん、麻雀ルーム作ってるからね。じゃあもう通うっすね。そう、それはもう決まりましたね。本当に麻雀するためだけの部屋を作るスペース、めちゃめちゃそこに寝るわけでもないし、何かするわけでもない、客間でもない、麻雀するだけの部屋だから、ちょっと防音するんですよとかね、あのうるさいから機械がジャン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 。いや俺もだから僕全体的に防音にしたいんです。全体的に基本的にもう生きて呼吸している、歌っているはほぼほぼ同じなので。そう、なんでも全部防音。今多くなってね、本当に家にさ、そういう趣味のさ部屋をさ作る人とか、そうですね、ご相談いただく方もものすごく増えてるので。だからさ、多分もうステイホームなんだよ、多分ステイホームなんだよ。まあもうずっと続くでしょ。あとマスクとかもそうですよね。今してないですけど、マスクもそうだと思うよ。もう重要、まあ手放せなくなっちゃってますよね。だからこのゴールデンウィークも車あんまりないじゃん、あの、まあ、普段と比べてね。そうですね、渋滞とかも少ないじゃんね。だから多分みんなね、どっか、まあ、旅行に行ってるとか可能性もあるけど、家でねいる時間の方が多いと思うんだよ。確かにですね。そこをやっぱ俺らはさ、いい意味で提供してきたよね。そうですね、あらゆる角度から、まあ、お家の中も楽しいって感じていただけるそうように。すごいよ、だからこのヤイズ TP さんからお家建ててくれた方もいるしね、知ってきっかけで。そう、初耳、初耳でしょ。はい、すごいよ。だからちょっとだけ真面目なこと言って最後。まあそうですね。今ちょっと僕どのノリでこう行こうと思ったんですけど、はい、急に来たなと思って、このトーンで、このトーンで行くから、はい、ちょっともうこううまくいくのかなと思ったらガチャって行ったから。そうでしょ、はい。これがね、いつも隣にいるね、アッキーさんがうまいから、方向転換が。まあ、アッキーさんが、これなかったらウッキーが来る。そう。まあ、そういう形ですよね。今日はもう事前に、麻酔打ってると聞いてたんで。じゃあ、その事前の時点で僕にも事前に来てほしかった。毎回急なんですよ。本当に。麻酔だよって。健康人、カメラだから。俺やってないよ、まだそんなに。まだないですよ。でも俺、3年連続さ、この肝臓がちょっと数値あるわけ。ほう。もうね、お酒の飲みすぎってもう言われてるじゃん。で、今年心配でさ、まだ結果来てないけど。絶望的ですか？抑えてます？抑えてるよ。あ、でも飲まなかった。外にさ、今まで出れてなかったからさ、あ、まあ、家でこっそり。やってたけどね、それで今までよりは減ったじゃん、特段に。まあまあまあ、そうですね。今年どうかなと思って。いや、怖いっすね。でもね、ウッキーと一緒で、はい、体重は減ってなかった。あ、本当ですか。うん、俺身、身長伸びてましたよ。すごいね、伸びしろあるね。はい、1ミリ。多分、機械でピッて測ってくれるんですけど、多分パーマ、ちょっとパーマあったんですよね。で、パーマ当てたから、機械が気使ってくれて、ちょっとだけ高めにピッてやってくれて、ね、数値見たら伸びてた。そういうのとアンブロ有利だね。そうですよ、だからそれで言ったらもう
見た感じ10センチぐらい漏れてます漏れてる、はい。そうか、すごいね、浮世伸びしろあるね。俺さ、浮世見て思うのさ、もう俺とマジで全く同じ道歩んでるなと思う。光栄です。俺を見てるだもん、俺見てるようだもん。じゃあ僕はこの後ヒロさんの道をたどるんだなって思いながら生きていけばいいですね入社して何キロ増えた体重？10キロ以上増えてます。10キロ以上増えたでしょ。はい、俺と全く同じ道だよ。じゃあ今後の展開もヒロさんと同じになるか、それともちゃんと分岐ができるか気をつけた方がいいでしょ。もう遅いっすよ。もう遅い？もう遅いっす気をつけないよ。俺だから、でも俺そう言っても一人焼きに行くから、まあ、まあ、今ですよ。気をつけて。じゃあまた、今日はね、アッキーの、ウィズアッキーの、ウィズアッキー、ウッキーだという。はい。どう ?2 回目。2回目は、まあ、緊張はしてましたけど。緊張はしてましたけど。アッキーさんが。誰がいいそう。誰がいいってことで、ウッキーと。若手の若い力で今後多分また同じ流れは多分あると思うんですよね。何かしらでどうしても抜けれなくなっちゃったよ。空いてるじゃん浮き合って、うん、もうレギュラーメンバー準レギュラーぐらい入ってきて、まだまだ準レギュラーじゃないよ。まだですね。準じゃ、準、うん、ちょっと僕もまだ頑張んないと頑張んないと、トークも磨かないといけない。そうで持ちネタをちゃんとね引き出し増やさないといけない。そうそうそう、趣味増やしていきますね。頑張ってゴールデンウィークはじゃあ趣味を増やすっていう感じ。増やすね。はい、オッケー。あっという間だね。あっという間ですね。もう25分経っちゃった。25分どころか30分ぐらいだって。ええー、じゃね、喋ってるとあっという間。喋ってるとあっという間。じゃあ次の番組が19時からチョリのエンジョイニュー遊び、ゲストがトヨタの営業レオさん。先週に引き続きまたイケメンさんが、イケメンの営業マンさんイケメン営業マンさんいる。ぜひチャンネルはこのまで。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ最後にちょっとイケメンポーズで。